スペインパンプローナ出身のサッカー選手。アスレティックビルバオ所属。ポジションはミッドフィールダー。地元の CA オサスナの下部組織で育ち、2004年10月24日の FC バルセロナ戦でデビューし、2005年10月26日のアスレティックビルバオ戦で初得点を挙げた。2005年夏に移籍したパブロガルシアのポジションを引き継ぎ、 初のフルシーズン参戦となった2005から06シーズンはリーグ戦で4躍進の立役者となった2006から07シーズンに出場した UEFA チャンピオンズリーグは予選で敗退したが UEFA カップでは12試合に出場して1得点を挙げチームのベスト4進出に貢献したおさすが時代はパンプローナの自ンとの異名を取った2007年7月 アトレティコ・マドリードと5年契約を結び、デビューから2006年まで CA オサスナで指導を受けた、ハビエル・アギーレ監督と再会した。遺跡金は1300万ユーロが支払われた。2010年1月に、ユベントス FC から加入したティアゴ・メンデスにポジションを奪われたが、2009から10シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグ決勝、フラム FC 戦は、 ティアゴが出場できず、ラウール・ガルシアが、フル出場して、優勝に貢献した。同シーズンのコパデル・レイ決勝、セビージャイフシーセは、後半から出場したが、0から2で敗れて、準優勝に終わった。2010年8月27日の UEFA、スーパーカップ・インテル戦には、フル出場し、試合終了間際にゴラン・パンデフへのファールで PK を、取られたが、この PK を、 ダビド・デ・ヘアがセーブし、2から0で勝利した。2015年8月、アスレティック・ビルバオに完全一席。ロングボールを主体とした戦術と自身のプレースタイルが、マッチしていたこともあり、1年目からレギュラーを獲得し、中心選手として活躍。また2017-18シーズンには、リーグ戦10ゴールを決め、プリメーラ・ディビシオンでのチーム内得点王に輝いた。 2019から20シーズンはこれまでのキャリアで最多となるリーグ戦15ゴールを挙げた。2004年から2005年には U-19 スペイン代表に選ばれている。2006年から2009年までプレーした U-21 スペイン代表では主軸を務め、2009年には UEFAU-21 欧州選手権に出場した。A 代表2014年9月。 フランスとの国際親善試合及びマケドニアとユーロ2016予選を戦うスペイン代表に選出された。ありがとうございます。